おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。イエイ。というわけで、本日、皆様にお知らせがございます。私、日本を、旅立ちます。ピヨ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 。私ですね、10月の頭からね、まあ、2週間近く、人生初めてのヨーロッパに行ってきます。イエイ。僕はね、過去アメリカに筋肉留学だったり、まあシカゴと、あとカンザスシティ、そしてまあグアム、そして韓国とかはね、行ったことあるんですけども、今回人生初めてのヨーロッパに行ってこようと思っております。回る場所としては、イタリア、フランス、ウィーン、イギリス、ポーランドでございます。今回まあ2週間という短い期間なんですけれども、まあ本当にね、クラシック音楽にね、すごくね、マッチするような場所、たくさん回ってこようと思っております。そして、様々なサロンでピアノを弾いてみたり、ストリートピアノを弾いてみたり、食べたり、今のこれラーメンだね、完全に。まあ食べてみたり、そしてあとはね、本当にね、いろんな音楽家の有名な場所に行ってこようと思っております。僕のチャンネルではですね、クラシック音楽を中心に発信しているのですが、すごく、まあ、音楽のチャンネルとマッチするような場所に回ってこようと思っておりますので、この機会にですね、さらに新しい僕のね、チャンネル見れるかと思いますので、ぜひとも皆さん、この機会に楽しみにしていただけたらなと思います。もちろん僕はですね、初めてのヨーロッパっていうこともありまして、結構ね、知らないことも多いので、もし皆さんヨーロッパに行かれたことある方、いましたらね、コメント欄で、ここには注意してください、こういうところは気をつけてください、これは絶対食べてください、ここでストリートピアノ弾いてくださいとかね、様々なね、アドバイスをいただけたらなと思っております。ここからはですね、まあストリートピアノの動画だったり Vlog だったり、まあ、食べたりピアノ弾いたりヨーロッパのね旅を、まあ、データが飛ばない限りたくさん投稿していこうと思っておりますので、ぜひとも皆様楽しみにしとってください。そしてなぜこの旅をするのかっていうとですね、まあこの数年間僕はですね、日本で演奏活動をしてきたのですが、まあ新しい自分を発見したいっていうこともあるので、本場音楽のヨーロッパに行ってきて、新たなアイディアだったり新たなマインドを取り入れて11月からの全国ツアーに行かすために行ってこようと思っておりますので、楽しみにしていただけたらなと思います。そして過去にコンサートを来たことある方、11月からどのように音楽変わってるか楽しみにしていただけたらなと思います。そして、これから演奏会行こうかなっていうね、11月からの僕の演奏会行こうかなって考えてる方、そして今回を機に知ってもらった方、ぜひとも会場で僕の生の音を聞いていただけたらなと思います。まあこのヨーロッパ2週間で、僕はですね、すごくまあ成長して帰ってこようかと思っております。今回のヨーロッパはですね、本当にピアノのね、まあ有名な場所、そしてね、音楽にね関わりのある場所をメインとした旅になりますので、ぜひとも皆様楽しみにしていただけたらなと思います。それでは皆さんまた会いましょう。グッバイ、ボンジョー、ジュマペル、フォルテ、バイバイ。